オゴーゲネ、オマノエグウエロは、ナイジェリアエヌグ州出身の陸上競技選手。専門は短距離走。100メートルで10秒06の自己ベストを持ち、ナイジェリア選手の選手としては2006年5月12日に10秒の壁を破ったオルソジファスバ以降、9秒台に最も近づいている選手である。2009年8月のベルリン世界選手権、男子100メートルに出場し、 若干20歳で、シニアの世界大会デビューを果たした。二次予選で10秒19の、自己ベストをマークしたが、着順で準決勝に進出できた組3着とは0秒04差、タイムで拾われた最後の枠の選手とは0秒03、差で惜しくも準決勝進出を逃した。2010年3月のドーハ世界室内選手権、男子60メートルでは予選を突破し、世界大会で、 初のセミファイナリストとなった。初の世界大会決勝進出がかかった、準決勝は6秒68の組5着に終わり、着順で突破するには0秒06、タイムで拾われるには0秒03及ばなかった。2011年9月のアフリカ競技大会に出場すると、男子100メートル準決勝で10秒06の自己ベストをマーク。準決勝を全体位で突破したが、 決勝では10秒31とタイムを落とし、3位と0、秒02差の4位でメダルを逃した。しかし、男子400メートルリレーでは38秒93をマークしての金メダル獲得に貢献し、リレー種目ながら、初のアフリカチャンピオンに輝いた。2015年9月のアフリカ競技大会に、出場すると、男子100メートル準決勝で10秒06の自己、ベスト台をマークし、 前回大会に続いて、準決勝を全体1位突破。決勝は、ベンユス不明手に敗れ10秒17の2位に終わったが、この種目で初のメダルとなる、銀メダルを獲得した。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風、タイは向かい風を意味する。微考欄の記録は、当時のもの。ありがとうございます。